校内中松駅は、熊本県阿蘇郡南阿蘇村大技一の関にある、南阿蘇鉄道高森線の駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。線内で唯一交換設備を有する。ホーム間の移動は、校内踏切で連絡する。無人駅だが、凝ったデザインの駅舎がある。駅舎内では土曜、休日に、蕎麦屋が営業される。本来は2番線が、 上り、縦の方面である。最寄り停留所は、中松駅前。国道325号急道場にある。国土数値情報国土交通省。2018年3月22日閲覧。九州運輸要覧。2018年3月26日閲覧。九州運輸要覧。2020年9月2日。閲覧九州運輸要覧。2020年9月2日。閲覧九州運輸要 閲覧九州運輸要欄、2020年9月2日。閲覧日本国有鉄道工事 S46.218 高53南阿蘇鉄道脱線原因の調査開始中末駅で運輸安全員読売オンライン。2015年10月31日。南阿蘇鉄道中松高森間731運転再開。熊本地震から復旧トロッコ列車も。 マイナビニュース。http コロンスラッシュスラッシュニュース .mynaveni.jp スラッシュニューススラッシュ2016スラッシュ07スラッシュ21スラッシュ443スラッシュ2016年7月21日閲覧。中松駅南阿蘇村ホームページ。ありがとうございます。